皆様こんにちは。聞こえますでしょうか。私は念頭に歯が一本抜けまして、発音がおかしくなってるんじゃないかとコンプレックスを持っておりますが、聞き取っていただけるなら幸せでございます。お手元に本来、今日の話の何て言いますか、全体をレジュメのような形でお配りすることになっておりますが、ちょっと、はい、私の分もないと困る。紙がちょっと遅れまして、私がぐずぐずして準備するのが遅れたもんですから、まずそのここにございますように混迷の時代の英知ということで、フィレンツェに学ぶということですが、先ほど館長先生がお話になりましたように、本当にふさわしい題ではないかと存じます。今世界中がやはり新しい技術文明を活用しながら、しかしそれを十分に使いこなせないというようなところがありますのと、近代国家の自己矛盾が露呈しかけている時でございますので、世界中文化的に混迷の時だと思います。その時にやはり新しい時代を生むために混迷の中で苦しんだフィレンツェのイタリアルネサンスの人々の努力を後付けて学ぶということは大事なことではないかと存じます。私の題は哲学から見たルネサンスという題でございます。これは題としては非常に珍しい題で、ルネサンスといえばほとんど、これは間違いのない事実なのですが、例のレオナルド・ダ・ヴィンチとかラファエル・サンティとかミケランジェロ・ボナロッティというような3人の造形美術の巨匠がおりまして、その前後にそういう人々に並ぶような大画家がいたり大建築家がいたりするものですから、彫刻も合わせて、ですからどうしてもルネサンスというと、その、14、15、6世紀にまで入るぐらいの目に見える作品を中心としたルネサンスが話題になります。そのことに少しも間違いはございません。しかしルネサンスというのはただそれだけではなかったということをまず考えに入れていただきたいと思います。もちろん私は14、15世紀のイタリアの哲学についてお話をしますが、ルネサンスという言葉から言いますと、特に哲学の面から見ますと、1930年代からすでに12世紀ルネサンスという言葉が使われておりました。で、これはどういうことかと申しますと、ルネサンスというのがもう日本語で訳すと意味がおかしくなるので、そのままルネサンスと使っておりますけども、もともとの意味は復活とか再生、再び生まれるとか、あるいはまあ何て言いますか、復興というような意味にもなるかもしれませんが、そういう意味でございまして、大きく見ますとヨーロッパの歴史の中で何が復活するのかということになりますと、いつもギリシア・ローマの古典文化が再生するというか復活するということであります。それでそういう言葉の意味だというふうに考え直して歴史を見ますと、安心いたしました。
遅れたのは全く私の不手際でございますので、館の皆様にご迷惑をおかけしておりますが、今だいたい手に渡りますので後でご覧くださればよろしいんですが、12世紀ルネサンスというような言葉がもうありましたが、ルネサンスをもしも古代文化の再生復興というふうに今考えますと、3つのルネサンスがあったと言われています。一つは8世紀のカロリンガ王朝のルネサンスです。これはあまり人がルネサンスと申しませんけれども、カール大帝が、当時衰えていた文化を何とかして復活させようとして、主としてこれはラテンローマの優れたラテン文をみんなが読めるようにしようというので、スコラという学院と訳したり学校と訳したりする、あのスコラをカロリンガ王朝のカール大帝が作った。でそれが第1回目のルネサンスだという人もいます。ルネサンスという言葉を広く取ればそれはそれでヨーロッパの歴史あるいは人類の歴史の一つの考え方として入れてよろしいかと思いますが、それよりも何よりもこの2番目に出てきた12世紀ルネサンスというのは言葉としては新しくて、1930年代、まあ、20年代から始まって30年代に一般化して、今でもこれは一般化しているとは言えないんですが、その12世紀ルネサンスというのはどういう人が言い出したかっていうと、中世の哲学史というものがございますが、その中世哲学の大家にフランスのソルボンヌの教授でしたエテヌ・ジルソンという人がおりました。このエテヌ・ジルソンが12世紀にギリシアの哲学が本式にヨーロッパに伝わったのだと。それでそれを12世紀ルネサンスと呼ぼうと言ったのですが、その元で研究をしたハスキンスという、これはアメリカの大学の教授、ハーバード大学の教授を長くお勤めになった方ですが、この方がやはり12世紀ルネサンスという、これは西洋文化史の不朽の名著の一冊と言われておりますが、それを出したのがございまして、このお二人によって一般に知られている14、5世紀のイタリアルネサンスに先立つルネサンス、そしてその時の中心は主として、まあそのパリでございました。でこれがルネサンスとして語るときに忘れてはならないことでございますので、少しだけこのことも、特に哲学のルネサンスということになりますと述べなければなりません。中世というといつも今でも日本では何か暗黒時代と言われております。暗黒時代と言われるにふさわしい愚かしいことがたくさんございました。十字軍を組織していくという時に、子供の十字軍を組織してみたりですね、何のためにあんなバカな遠征をするのかと思うようなこともあるんです。これも第1回目の十字軍の時には巡礼者を守ろうという大義名分があったんですが、その後はまあ何ていうか暗黒時代の愚虚だと言ってもよろしいかと思います。そういうことがありましたし、それから魔女裁判のようなことも伝わっておりますので、なんとなく中世というと暗黒でという気になるかもしれませんが、皆さんその野蛮な事件にだけ注目するとですね、どの時代も暗黒時代になるんです。20世紀の素晴らしいんですけども、20世紀にだけ世界大戦というのが2度あって、20世紀の
1986年までの統計だと思うんですけど、戦死者の数は1億870万人っていうんです。これは歴史家がみんな口を揃えて言うんですが、有史以来19世紀の末までの死者よりも20世紀の100年間に及ばない、まあ、86年までの死者の方が多いっていうぐらいですから、こんなに人殺しの多い世紀っていうのは、いくら人口が増えているからといって1億870万人もが公に殺されていて、殺し合った同士でいろんなところで愛国の勇士って言って褒められているんですね。私どもは祖国のために亡くなった方を本当に尊敬しなければなりませんが、ただ事実として見た場合に、これは20世紀は暗黒時代だと言われても仕方がないでしょう。ですから悪い面を見ると、どの時代も暗黒時代で、中世にも確かにそういうことありますけれども、文化を見ますとですね、中世っていうのは大変なものだということをジルソンとハスキンズが、それからドイツではグラフマンなどという人たちが1920年代からいろいろ申しました。一番分かりやすい例を一つ申し上げますと、1930年代、31年かと思いますが、ニューヨークのマンハッタンにエンパイアステイトビルディングっていうのが建ちましたが、あれが立ち上がるまでは世界でどこの国でも一番高い建物っていうのは教会でございました。その教会もほとんどが中世紀に建てられた教会ですね。ゴティックの教会の高い塔とか、ロマネスクの教会のどっしりとした塔とか、それですから、そういう高い建築をただ竹の棒を伸ばして高くしたっていうんじゃなくて、石で作っておりますですよ。そしてゴティックの教会なんかになりますと、ビトローって言いますか、ステンドグラスって申しますか、あの色ガラスをはめてございますね。で、色ガラスははめるってことは何でもないようにお考えかもしれませんけども、石の壁面をへして、そこにあんまり支える力のないガラスを入れるんですから、それがあの重い石を天井に抱いて立っているためにはどうしたらいいだろうということになりますと、腐壁を作りました。腐壁っていうのができてるんです。しかしそれは建築学の今の人から見ても恐ろしく正確な数学上の計算がなければできない仕事だと言われております。先頃も夕張の方でございましたかね、雪が積もって屋根が落ちてきたという話を聞きました。教会の石の屋根が落ちたっていうの聞いたことございませんでしょう。何百年と続いている、そういう建築を作ったのが中世紀であったということを見ますと、暗黒どころか英知の時代だったと言っても差し支えない。そればかりではない、その中には銅を圧するような素晴らしい音響を持って素晴らしい音楽が流れていた。あの副音楽を可能にしたパイプオルガンの大部分は中世紀に発明されていたものであります。今はそれをさらに改良してはおりますけれども、基本的なものはそこに出ていた。それから中世のお堂を飾る彫刻を見ますと、顔面に集結した彫刻家の意思がはっきりと現れておりまして、一人一人は直立不動のまま柱の代わりになっている場合もありますから、胸から下はみんな同じかもしれませんが、顔一つ一つが違うんです。十二使徒の性格を表しているとか、キリストの慈悲を表しているとか、マリアの愛を表しているとか、そういう彫刻が